ただいまから2021年度神奈川大学卒業式並びに神奈川大学大学院の学位授与式を行います。はじめに神奈川大学長学校法人神奈川大学理事長をご紹介いたします。金子義雄でございます。続きまして、ご列席の皆様をご紹介いたします。皆様から向かって、右側の席より、役員法人をご紹介いたします。学校法人神奈川大学常務理事、三浦大輔。同じく、常務理事日野明也。次にご来賓の皆様をご紹介いたします。一般社団法人神奈川大学給料会会長久保清春様。神奈川大学後援会会長西脇浩二様。神奈川大学フロンティアクラブ会長篠原章三郎様。神奈川大学附属中高等学校校長中野浩一様。続きまして、左側の席に移り、副学長並びに学部長の先生方をご紹介いたします。神奈川大学副学長横澤勉。同じく副学長山口和夫。同じく副学長白石真紀子。同じく副学長大場恵里。経営学部長真鍋昭弘。人間科学部長瀬戸正弘。理学部長木原信弘。工学部長中尾陽一。次に大学院の研究科委員長をご紹介いたします。経営学研究科委員長田中紀人。人間科学研究科委員長杉山隆。理学研究科委員長井上和人。工学研究科委員長尹本国。以上でご列席の皆様のご紹介を終わります。卒業証書並びに学域授与を行います。
2021年度学部を卒業し、学士の学位を授与される者3954名、大学院博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者146名、大学院博士後期課程を修了し博士の学位を授与される者12名。以上、2021年度学部卒業生並びに大学院修了生総数4112名です。また大学院理学研究科に博士の学位論文を提出し、審査並びに試験に合格した1名、大学院工学研究科に博士の学位論文を提出し、審査並びに試験に合格した2名が博士の学位を授与されたことを合わせてご報告いたします。これより学部卒業生並びに大学院修了生の代表が卒業証書並びに学位記を受領いたします。なお、各学科および各専攻の総題につきましてはスクリーン前方をご覧ください。はじめに学部卒業生の卒業証書並びに学位記授与を行います。経営学部国際経営学科を卒業し学士の学位を授与される者540名、人間科学部人間科学科を卒業し学士の学位を授与される者295名、理学部数理物理学科を卒業し学士の学位を授与される者55名、同じく情報科学科を卒業し学士の学位を授与される者90名、同じく科学科を卒業し学士の学位を授与される者81名、同じく生物科学科を卒業し学士の学位を授与される者92名、工学部機械工学科を卒業し学士の学位を授与される者187名、同じく電気電子情報工学科を卒業し学士の学位を授与される者133名、同じく物質生命科学科を卒業し学士の学位を授与される者146名、同じく情報システム創生学科を卒業し学士の学位を授与される者105名、同じく経営工学科を卒業し学士の学位を授与される者89名、同じく建築学科を卒業し学士の学位を授与される者124名、金子義雄学長が授与いたします。金子学長、前へお進みください。学部卒業生代表工学部
情報システム創生学科総代、小山由紀穂さん、拍手を持ってお迎えください。卒業証書学域小山由紀穂、本学工学部情報システム創生学科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め、学士工学の学位を授与する。2022年3月31日、神奈川大学工学部長中尾陽一、神奈川大学長金子義雄。続きまして、大学院修了生の卒業証書並びに学域授与を行います。はじめに、博士前期課程の学域授与を行います。大学院経営学研究科国際経営専攻博士前期課程を修了し、修士の学位を授与される者3名。大学院人間科学研究科人間科学専攻博士前期課程を修了し、修士の学位を授与される者6名。大学院理学研究科理学専攻博士前期課程を修了し、修士の学位を授与される者25名。大学院工学研究科電気電子情報工学専攻博士前期課程を修了し、修士の学位を授与される者1名。同じく工学専攻博士前期課程を修了し、修士の学位を授与される者58名。同じく建築学専攻博士前期課程を修了し、修士の学位を授与される者24名。博士前期課程修了生代表人間科学研究科人間科学専攻総代、樋口渚さん、拍手を持ってお迎えください。金子義雄学長が授与いたします。学域樋口渚、
本学大学院人間科学研究科人間科学専攻臨床心理学研究領域の博士前期課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院人間科学研究科委員会委員長杉山隆。上記委員長の認定により修士人間科学の学位を授ける。2022年3月31日神奈川大学長金子義雄。続きまして、博士後期課程の学域授与を行います。大学院理学研究科理学専攻博士後期課程を修了し、博士の学位を授与される者2名。大学院工学研究科応用科学専攻博士後期課程を修了し、博士の学位を授与される者1名。同じく工学専攻博士後期課程を修了し、博士の学位を授与される者4名。同じく建築学専攻博士後期課程を修了し、博士の学位を授与される者2名。博士後期課程修了生代表工学研究科工学専攻毛翔雄さん、博士をもってお迎えください。金子義雄学長が授与いたします。学域毛翔雄、本学大学院工学研究科工学専攻電気電子情報工学領域の博士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院工学研究科委員会委員長尹本屋。上記委員長の認定により博士工学の学位を授ける。2022年3月31日神奈川大学長金子義雄。以上で卒業証書並びに学域授与を終わります。続きまして学生表彰を行います。はじめに
学業成績優秀者をご紹介いたします。会場前方スクリーンをご覧ください。4年間の学業成績における各学科の最優秀学生賞並びに優秀学生賞を掲載しております。なお受賞された皆さんには奨学金の交付と表彰状を送付させていただきます。受賞者の皆様おめでとうございます。会場の皆さんの盛大な拍手をお願いいたします。続きまして、2021年度の学術、芸術、社会活動及び課外活動部門において、顕著な活躍をした学生及び団体をご紹介いたします。会場、前方スクリーンをご覧ください。学術、芸術、社会活動部門、団体の部、最優秀団体賞は航空宇宙構造研究室と宇宙ロケット部です。両団体によるハイブリッドロケット打ち上げ実験の結果、高度 10.1km の日本新記録を達成いたしました。個人の部、最優秀賞は工学研究科建築学専攻博士前期課程三浦祐介さんです。三浦さんは木の家設計グランプリ2021において金賞、さらに2021年度日本建築学会技術部門設計競技において佳作を受賞されました。その他の受賞者はご覧の通り、団体の部1団体、個人の部3名の方です。受賞者の皆様、おめでとうございます。次に、課外活動部門のご紹介をいたします。課外活動部門、団体の部、最優秀団体賞は水泳部です。水泳部は第97回日本学生選手権水泳競技大会において女子総合優勝2連覇達成という功績を残しました。さらに水泳部の望月絹子さんは個人の部の優秀賞も受賞されています。また、その他の受賞者は、団体の部より吹奏楽部、個人の部の受賞者はご覧の5名の方です。表彰者につきましては、本学ホームページにも掲載しておりますので、ぜひご確認ください。なお、表彰された皆さんには記念のトロフィーを送付させていただきます。受賞者の皆様おめでとうございます。改めまして、会場の皆さんの盛大な拍手をお願いいたします。以上をもちまして学生表彰を終了いたします。学長式辞。学長金子義雄。
式辞。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。皆さんは入学後勉学に励まれ、研鑽を積まれて、それぞれの課程を修了されて、学士、修士、博士の学位を取得されました。神奈川大学の教職員を代表して心からお祝いを申し上げます。またご父母の皆様、関係者の皆様に対しても、今日まで長年にわたり守り育て支えてこられたご老苦に対して、深い敬意とともに心よりの感謝を申し上げます。さて、今年の卒業式は長いパンデミックの渦中にあり、感染対策を講じた特異な形式での式典とならざるを得ませんでしたが、ここに多くの卒業生の皆さんをお迎えして、その努力をたたえ、お祝いし、新しい人生を歩み出す喜びを共にすることができますことを、改めて心から喜びたいと思います。同時に、今日のこの時も新型コロナウイルスから尊厳ある命を守るために奮闘努力されている世界中の医療従事者の皆様に対して、卒業生の皆さんとともに心からの感謝の気持ちと敬意を表したいと思います。皆さんにとってこの2年後の学生生活は、突然のキャンパス閉鎖をはじめ、対面授業からオンライン授業への変更、部活サークルの活動停止、さらに学友との交流の自粛に伴う孤独な生活など、極めて特殊な環境の下での日々を過ごされました。唐突で理不尽とも思える想定外のさまざまな状況とその変化に、皆さんはよく耐えられ、困難な学業に勤しみ、それぞれの学位を取得されたことは、人として大きな成長の証であり、大変誇らしく思います。さて、神奈川大学の卒業生は23万人を超えており、数ある日本の4年制大学の中で卒業生数の多さは十数位に位置づけられています。また本学の卒業生組織である給料会には、国内外に会員組織があり、ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロ、上海、バンコクなどの海外主要都市にも支部組織がございます。卒業生は国内外で活躍されており、中には1974年3月に経済学部経済学科を卒業され、株式会社ヤクルト本社の代表取締役社と社長を務められておられる成田博氏や、1982年3月に外国語学部英語英文学科を卒業され、ファイナルファンタジーシリーズの音楽監督を務められた作曲家の植松信夫氏などもおられます。皆さんらは今後、これらの諸先輩とともに給料会の一員として名を連ねることになります。さて、皆さんが学ばれた神奈川大学とはいかなる学び屋であったのでしょうか。近年、大学の評価は第三者機関による世界の基準に即して示されるようになっています。例えば昨年秋にイギリスの
高等教育情報誌であるタイムズハイヤーエデュケーションが発表した THE 世界大学ランキングに、本学が世界の上位 5% 内の大学として改めて掲載されました。このことは本学が世界有数の大学の一つであることを意味しております。この高い評価の根底には、本学の研究力と教育力の高さがあります。大学の評価は世界の基準では入試の偏差値などではなく、社会に貢献できる研究力と教育力にあるのです。また本学は2018年にダイバーシティ宣言を表明して、世界の恒久平和と人類の幸福の実現に貢献できる良識ある市民を育成し、社会に存在する差別や偏見の根源的な解明と解決を目指すことを誓いました。さらに2019年の SDGs への神奈川大学のコミットメントでは、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会などの持続可能な開発目標は本学創立の使命にもかなうものであり、 SDGs の達成に向けた教育研究を一層推進していくことを表明いたしました。人は実業家や学者、官僚である前にまず人間であれと創立者の米田義宗先生が説かれて以来、本学は卓越した研究を推進するとともに、学問による人づくりに努めてまいりました。皆さんは本学で日々の学問、すなわち学びて問うことを通して、生涯の糧となる自ら考える力を培うことで、人としても成長し、それぞれの専門領域における世界を担う知見を深めてこられました。また皆さんが取得された学位には、これを契機として学び続け、生涯を通して精進されることへの期待も含まれております。新世紀に入り、私たち人類はますます多元的な価値観と複雑な社会構造の中で生きていかねばなりません。学問は人類の生存条件の辛さを軽くすることにあるものであり、英国経済学者のタイトであるジョン・スチュアート・ミルも、人間性を高めるとともに人間社会の新たな問題に対処しうる能力を高めることになるとしております。皆さんが学び続けることは、人としての深みとともに社会性を高めることになることを理解してください。さらに、私たちはこのコロナ禍に向き合い対峙する中で、これまで見過ごされていた社会システムの不備や内在する諸問題が浮き彫りとなり、私たちの社会には未だに多くの難題が残されたままであることを図らずも思い知らされました。特に人権は守られているか、人間の尊厳を大切にした社会は実現しているか、さらにロシアの
ウクライナ軍事侵攻の報道からは、私たちは平和を維持するために何をなすべきかなど、現代社会の課題は山積しています。これらの困難を乗り越えて、新しい社会を作り上げる課題は、とりわけこれから巣立つ若い皆さんが主導的に解決していかねばなりません。だからこそ皆さんには、本学のダイバーシティ宣言にあるように、人権と自由を守り、個性を認め、差別のない平和な共生社会の実現を想像、イマジンしながら今後も学び続けることを期待したいと思います。現行の資本主義社会は、経済成長をもたらす魅力あふれる社会システムですが、資源の枯渇等の制約条件を考慮すると、その恩恵をこのまま継続して享受することはできなくなるでしょう。またワシントンコンセンサスと呼ばれる新自由主義的政策パッケージとグローバリズムの波及は、世界経済の閉塞状態を打破する相応の役割を果たしてきましたが、富が行き渡るトリクルダウン効果も確認されず、社会に想定外の富の不平等と中間層の衰退、格差の拡大をもたらしました。さらにパクスアメリカーナの終焉とパワーバランスの変動による不安定な国際情勢は、人類史的な課題とされる状況下にあります。とはいえ、私たち人類は長く平和を希求し、貧困の撲滅と富の公正な分配をもたらす包摂的な経済成長を目指してまいりました。国連が2015年に策定した SDGs は、あらゆる形態の貧困の撲滅を人類が取り組むべき普遍的な課題としています。ここでは、すべての人々に向かい合い、誰一人取り残されない平和な世界の実現を目指すとされています。これらの課題の解決に多くの企業も貢献しています。また環境、社会、ガバナンスに優しい ESG 投資も、欧米の大手投資機関の投資基準のスタンダードとなっています。さらにアメリカのビジネスラウンドテーブルも、2019年8月に株主第一主義を修正して、ステークホルダー、すなわち全ての関係者に利益をもたらす企業の達成に合意しています。日本においても、自らの会社を社員、株主、仕入れ先、顧客、そして地域社会に利益を還元する社会の公器とする公益資本主義を目指す企業も増えつつあり、これらは希望ある未来の共生社会の礎となるものです。資本主義社会の未来は、実は誰にもわからない、不確実で予測不可能なものです。とはいえ、本学が掲げたダイバーシティ宣言と SDGs へのコミットメントに真剣に向き合うことで、人種、民族、宗教を超えて多様な価値観を共有し、寛容な
人類の共生を持続可能とする社会を創生する人材、すなわち平和と人間の尊厳を大切にした誰一人取り残されない社会を創生する人材は、世界の恒久平和と人類の幸福の実現に貢献できる良識ある市民を輩出する神奈川大学の卒業生から生まれるものと信じます。最後になりますが、人を作る大学であり、ダイバーシティ宣言と SDGs へのコミットメントを表明した神奈川大学で学んだことを誇りに、実社会においても学ぶ姿勢を忘れず、世界の恒久平和と人類の幸福の実現に皆さんなりに貢献されることを期待しています。そして皆さん一人一人が平和を希求する尊厳ある人間であること、さらに自らが未来を担う社会の財産でもあることをも自覚して、健康に心がけて皆さんの人生がより良いものになりますよう、心より祈念して私からの祝辞といたします。令和4年3月22日神奈川大学長金子義雄。ここで卒業生の皆様をお祝いして、各方面から祝電を頂戴しておりますので、お名前のみではございますがご紹介いたします。神奈川県知事黒岩祐治様、横浜市長山中竹春様、平塚市長落合克弘様、このほか多数頂戴しておりますが、お時間の都合で割愛させていただきます。どうぞご了承ください。卒業生同時、金子学長、前へお進みください。卒業生代表工学部情報システム創生学科、小山由紀穂さん。はい。当時草木もようやく冬の眠りから覚め、景色に春の訪れを感じる季節となりました。本日をもちまして、私たち卒業生一同は神奈川大学を卒業します。この学生生活の締めくくりとなる良き日に、私たちのためにこのように盛大な卒業式を挙行してくださり、心より感謝申し上げます。またお忙しい中ご列席くださいました先生方、
ご来賓の皆様、並びに配信をご覧くださっている皆様に厚く御礼申し上げます。4年前の4月、私は大学生活への期待と新たな環境に対する少しの不安を胸に神奈川大学に入学しました。厳しい状況が続く中、入学式を行ったこの場所で卒業式を迎えることができたことを心より嬉しく思います。振り返ると、大学での4年間では何者にも変えがたい経験を数えきれないほどしました。1年時は高校までの学習方法や学習内容との差に戸惑いや不安を覚えました。しかしながら友人との助け合いや先生方や先輩のご助力により、大学生として学び成長することができました。中でも時間割を組む際のアドバイスとして先生からいただいた1日に受講する科目は予習や復習を行う時間を考慮した数が良いという言葉のおかげで、無理なく計画的に勉学に励むことができました。2年時には関心がある分野の研究室へ足を運び、ゼミナールに積極的に参加し、自身の興味や関心について理解を深めました。ここで得たものは、専門性が高い内容を学ぶための足がかりと、さまざまな人とのつながりでした。講義を受けたことがない先生や先輩とお話しするきっかけとなり、交流の輪が広がりました。また、共通教養の講義では、他学部の友人ができました。知識の方向性が異なる相手との交流は、自身の見聞を広める良い機会となりました。3年時は研究室に配属されると同時に、全科目がオンラインとなり、授業形態が一変しました。前例のない事態に、初めは戸惑いましたが、その時その時の最善を考えながら、手探りで行う授業は、私たちの適応能力を育みました。そして、この2年間は、講義だけではなく、卒業論文の審査会や学会、企業説明会など多くのことがオンラインでの実施となり、事前に得られる情報が少なく困惑する場面もありました。特に3年時に先輩の卒業論文の審査会を運営した際は、発表者の音声と経過時間を知らせるベルが重なると発表が聞こえなくなるというオンライン特有の問題が起きました。この問題を解決するために、研究室の仲間と意見を出し合い、画面に表示するタイマーの色を変更できるようにすることで、経過時間を視覚的にも分かりやすくして対応しました。この出来事は、在学中に学んだ知識を生かし、仲間と協力して問題を解決した貴重な経験です。そして今年度は、4年間の学びを卒業研究として集大成しました。一度は挫折しそうになったこともありましたが、先生や先輩、家族や友人にさまざまな面で支えられ、卒業論文を書き上げることができました。この卒業論文の執筆は、
支えてくれた人たちの大切さを改めて私に教えてくれました。これから私たちはそれぞれの道を歩み始めます。それがどのような道であっても、これまで神奈川大学で学んだことや過ごした時間、そして多くの出会いは私たちにとってかけがえのない財産となるでしょう。神奈川大学で得たものを今後の人生に生かし、それぞれの形で社会に貢献できるよう日々邁進してまいります。最後になりましたが、私たちがこうして無事卒業を迎えることができたのは、ご指導してくださった先生方、大学関係者の皆様、そして私たちをこれまで育ててくださった保護者の皆様のお力添えのおかげです。卒業生を代表して、すべての方々に深く御礼申し上げ、答辞とさせていただきます。2022年3月22日、卒業生代表、工学部情報システム創生学科、小山由紀穂。校歌演奏、皆様ご起立願います。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発声はせずお聞きください。Thank you.
着席ください。以上をもちまして、2021年度神奈川大学卒業式並びに神奈川大学大学院の学位授与式を終了いたします。卒業生並びにご列席の皆様はしばらくお待ちください。法人役員ご来賓並びに先生方が退場いたします。本日は誠におめでとうございます。